網ナイトロン俺も欲しいな。はい、イレナです。でん取れてんの、はい、今回 ZRX1200R ちょっとね、今回車検で今預かってる状態ですね。これあれ、しゅうちゃんのやつです。出るよね、編集にね、しゅうちゃんの顔が今ピッて。そう、しゅうちゃんのやつで、これちょっと、あ、今ね、ここもう外しちゃってあるんですけど、あの FCR39 ですね。で、今ちょっとファンネル外してあって、例の網、拡大、こいつつけて、まあ車検はこれで通るようになります。ファンネルの、今までスポンジのタイプ使ってたみたいで、そのやつを変更で、今回は、網のタイプに変えるっていうんですよ。排ガスはとりあえず問題なし。で、あとこれすごいいろいろやってあって、フロントのブレーキ削り出しのブレンボっすね。ちょっと旧ロゴが違うんで旧型のやつになると思うんですけど、でホースとかも変わって、ブレーキのホースはまたちょっと後に取り回し変えたりとかあるんで、それは交換ですね。で、まあ、あと FCR なんで排水路とかにも変わったんですけど、このブレンボのマスター両方とも19の RCS で、 RCS のタイプだもんで、レバー比可変ですね。18-20変えれるやつです。これ両方とも変わってんのかな。あとイニシャルアジャスターついてたりとかで、これちょっと高級なのがナイトロン、いいなぁ。俺も欲しいなぁ。で、あとバックステップついて、で、前後ともホイールがゲールスピード。うん。いい感じだよね、本当に。で、今回はまあ車検1回取って、その後、しゅうちゃん塗装するっつってたんで、そいつがまあ塗装が終わればいいのかな。ほいで、あと、スロットルの部分が、これちょっとね、先に1回開けて確認したんですけど、大きいが42?44? どっちだったかな。でかいやつついてるんで、アクセルのコントロール性が全然ないんですよね。で、サーキットとかだったら全然ありなんですけど、街乗りとかだとちょっと自分が乗ってもね、かなり腕疲れちゃうのかな。ちょっとここら辺は、サイズ小さいやつに変えてもうちょっと乗りやすくしようかなっていう風な感じで今相談してます。うん、まあ車検は別にすぐ取れちゃうんで問題ないかな。あとやりながら、あ、そうだ、クーラント変えたりとかね、念のためにサーモ変えたりとか、その辺はちょっとまあ通常の整備なんで、今回ちょっと動画撮るか分かんないですけど、まあ、バラした時にまたちょろっと撮ると思うんで、うん、あと実際作業して何も出なければよっぽどいいんだけど、まあパーツいろんなのついてるんで、ちょっとね、細かいのまでバラした時に見てみようと思います。はい、次回以降あれかな、バラし動画出せれるのかな、チートな。うん、塗装はどうすんのかな、撮影すんのかな、あれって。あ、スクリーンも MRA ね。うん、変わってる。うん、うん、これ1回乗ったけどめちゃくちゃ速かったもんな。びっくりしたぐらいに。これ中身やってあんのかな。うん、まあでもキャブやるだけでもだいぶ速くなっちゃうだろうしな。それブローバイのやつだよね。あ、うん、そうそう、キャッチタンク、エアクリのボックス取っちゃうもんで、車検な、これないと通らんもんね。うん、まあそんな感じで、ちょっと今回はあんまり撮影する場所ないかな、ほいでも。
紹介動画みたいな感じだよね、まあ、うん、まあちょっとネタが見つかるかどうかは分かんないですけど、はい以上になりますでいいの編集に。以上になりますネタがありゃいいんだけどな。でもまあ普通のセーブでちょっと終わるよねこれならね。